はい、皆さんこんにちは。今回はこちらのワーム、快適リアルオキアミワーム、これを詳しくやっていきたいと思います。さあ皆さん、このワームどうですか？これ本物でしょ？本当にほんまね、これ本物だと思ってるんですよ。そのくらいよく釣れる、放置でも釣れる。びっくりです。これこのね、目とかもむちゃくちゃ可愛いんだよね。前に置いたけど、これめっちゃ気持ちいい、プニプニしてて。で、このワームなんですけど、付け方ってどのくらいあると思いますか？僕これ付け方無限大だと思ってるんですよ。っていうのは、まずおそらく皆さんが思い浮かぶのは4通りぐらいは思い浮かぶんじゃないかと。1回2回でしょ、2回ここでしょ、で3回4回、とその他にも例えば5回6回こう付けたりね、7回8回とか、こっちにもこう付けたりとか、クリッとしてね、いろんな付け方があると思います。その中でも今回僕がじゃあどういう風にメバリングで使っていたかを紹介したいと思います。まずこういう風に使ってました。でこういう感じで使ってたんですけど、例えばワームが避けてきたりとか、ずっと使ってるとすると思うんで、避けてきた場合は今度逆側に向けて使ってました。でどっちがじゃあ釣れるんですか？どっちも釣れます。マジで本当にどっちでも釣れます。じゃあアクションの仕方、これ一番大切なんですけど、メバルの場合投げて巻いてくるだけ、本当にスーッとゆっくり巻いてくるだけ。そうするとテトラの横とかを通った時に襲ってきたりする時がありました。あともう一つが投げてこうシェイクし続ける、ずっとこうもうずっとシェイクし続けると、一定層でずっとシェイクし続けるとゴーンと持ってったりしました。シェイクいいね、シェイクかな、やっぱり。はい、話題のエビワーム見えるかな。坊主が嫌だと、どうしてもね釣りたいなっていう方はもうこれね、投げて放置しとくと、そこでこういう風に放置したり、あるいはちょっと引きずったりズルズルってしてるとカサゴが食います。もうこのまま放置でほとんど釣れる状況でした。なので坊主が嫌な方はちょっと使ってみるのもありかなと。これがカサゴかな、引きがカサゴだよ、ガッチャン。じゃあジグヘッドはどれがいいんですかってことなんですけど、別にジグヘッドは自分の好きなやつを使った方がいいと思います。ただやっぱり相性が良かったのは月下美人かなと思いました。こういう丸いタイプであったり、こういうちょっとこういうね平たいタイプのやつであったり、あるいはこれメバル玉であったり、月下美人ねであったりとかなんですけど、どれでも別に釣れると思います。ただ面白かったのがこのメバル玉にエビを逆のこういう逆につけて、こういう風にで動画はちょっと撮れてなかったんですけど、その時は撮ってなかったんですけど、どう言ったらわかるかな、ハネエビ使った人ならわかると思うんですけど、ハネエビのやり方でダートをちょんちょんちょんってやると、これまあダートの軸ヘッドなんで、メバル玉このエビがこうダートしてくれるんで、こう面白かったです。これ結構反応良かったですので、明るい時間帯にメバルを仕留めたいというんであれば、こっちのメバル玉にこのワームダートさせたらめちゃくちゃ釣れました。明るい時間帯ってやっぱりね、こういうワームでもリアルだ、いくらリアルだと言っても普通に湧いてるだけじゃメバル食ってこないんで、やっぱ反射食いっていう意味ではこういうリアルなワームプラスダート系のジグヘッドでダート刺すと結構反応が良かったです。で夜になると逆にダート刺すよりも表層系をこういう風に月下美人のジグヘッドでスーッと巻いてくると、コツンと、まあ、ほんまによう釣れてくれます。ってことで、まあ、こんな感じで使ってました。